あ、本田商店ですね。今これ久留米店です。あ、りゅうちゃん美味しい焼き飯のセット。うん、俺んともちょっと食べてみた。いいですよ、頑張って。なんで取り分けんとね。確かに、いや、こんなにあったでしょ。ここで今日はね、あのゆきちゃんのお店にちょっとりゅうちゃんとヘアスタイルを整えに来ました。整ったって言わないからですね、うん、整ったは言えるようにね。うわ、ツナはもうヘアスタイル決まってるね。ツイストスパイラル、ツイストスパイラル、髪が硬くてかかりにくいね。あー、硬いんだ。なんか嫌ですね、この隣同士に。ああ、ゆうちゃんも今髪固い系。はい、俺ですか、うん、俺ちょっともうハゲオッケンがやばいんですよ。そんなことないよ、だって遺伝だから大丈夫だよ。いや、そうっすよね、実際、うん、もダメだけど。かいごり、かき氷アイスアイスみたいな、アイスみたいな。さあ、わあ、すげえ古民家おかしい。なんか楽しいっすね。いいね、なんかね。おしゃれカフェな感じだね。ちょっと、電波。5G が立っとるよ。どういう風に食べたら一番いいっすか。やっぱりこう、一番中核をガツッとちょっと言ってほしい。ちょっとスローモーションで。あどう、うん、わー、ふわっふわじゃん。結構白いのトゲみたいに、ほら、女子感増しとんなった時は。あ、はい、すいません、ありがとうございます。かわいい。ちょっと角にいいんですか、もらって。うん、うまい。口溶けが、うん、いいね、外の景色もね、うん、今日その髪型も変えたしさ、お店に似合うよね。真面目な顔してちょっと食べて。あ、青眼鏡外した。どんな味？あ、ポン菓子です。あ、え、なんでそれ被るの？あの、この穴から出すんですよ、ピーピーピーと。ちょっと確かに。あはい、たそう、ごめん。全然痛くない。何が起きてると痛くないですか？あ、大丈夫です。手震えてませんか？痛い。あー、けどこれ大変だね。難しいですね。これはちょっと、だってこれ全部しないといけないでしょ。場所で短いところがあんまり、うん、あの、うん、見ると難しい。いやいや、それ白くなっちゃった。マブちゃん、なんで白いんですか。手だと思う、これ乾燥でしょ。乾燥と思うんだけど、半ズボン履きすぎなんですよ、うん、ああ、いいですね、この点ね。前の方行きますね。暑そう。大丈夫ですか。ちょっと汗かいて。引きますよ。痛いでしょ。あ、大丈夫ですよ。痛いでしょ。ごめんなさい、ね。なんか加減がわからん。人の頭にこんな棒刺すことないけん。持ってもらう。あ、来た。来たよ。行くよ。あ、取れた。行きます。どう。あ、本当つのいいね。なんか、あ、これちょっと川村さん真似してんじゃない？これ。だろ。いやいや。ちょっと川村さんと髪の毛似てない？これ。似とる。ねえ。あ、確かに。ああ、川村さんの髪の毛良かったもんね、確かにね。かっこよかったもんね。じゃあ、そろそろちょっと、迎えに行かないといけないんで、帰りますか。子供のね。はい。なんか、それこそ、なんか、さっきの子、ちょっと、かき氷に。あ、これじゃないですか、イッサの色。あ、だ、部分イッサ組んでお願いします。部分イッサ組んでもいいし、うん、もうちょっと濃いイッサ組んでもいいですよ。ああ。
とゆきちゃん何年持つかな、これ。大丈夫でしょ。大丈夫かな。なくなりませんと思いますよ。嘘。はい。いいね。あ、それコンテストでしょ。いや、全然。なんでそんな笑うの。いや、ウケるこれ。なんか、あの、ほら。田植え。あ、今もこれ紫な。青を入れてます。オープン。めっちゃ気持ち悪い。なんかめめ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 。あー、なるほどね。あ、オールバックいいかもしれない。ちょっとだいぶ年のマシなんだこれ。待って、親知らずをもう最高ですね。若くなった、うん、すごい。ちゃんと入れてあげるっけね、集中できんごち。いやいや、もうちょっと、あ、シュールときはもう俺そのワールドに入っていい。やっぱね、この微妙なこの視圧の違いがね。そうですもんね。マジやばいね、これ。やっぱですか。うん、いい感じ。いいか、もう涙しか出てこない。これ誰だってよ、多分ね、すべてのお客さんが気持ちいいと思うよ、これ。いや、それはマジで気持ちいいです。ね、はい。ちょっといっちゃう。なんかガリッ。なんか、もこもこ引き裂く。どっち何すか、何。いや、もう芯から気持ちいいっていうか、気持ちいいですもんね。大学の方ですか。いや、大学。あ、ゾーンが、ゾーンが、うん、そう。だけど、ちゃんと来てこうやってプロの人にしてもらわないかんというね、やっぱね。そうですよ。自分だけで風呂入ってからさ、はい、ガシ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 ゴシゴシって。でも若い。あ、はい、うん、メンズカットゆきちゃん上手よね。うん、上手。お任せしとっても、ね、理想な感じのあるもん。そうなんでね。安心しとかるもん。くるめの男子がみんなかっこよくなってくるって言ったら。あ、まぼちゃん、ここ髪の毛残っとす、ここに。あ、違う違う。ほら、入れ死に。かっこよくなりましたね。立った。はい。じゃあ今日ちょっと、ゆきちゃん、はい、せっかくなんで、あの、ジェルとかを。あ、いいですよ。いいですか。おりんこさんがね、カフェに。カフェに奥さんがご飯食べよって、よく言ったな。うん、ね、あ、あ、いい、いい。待って、ありがとうございました。ありがとうございました。何や、これ、もう。南阿蘇で買ってきた中古のサッシ窓ガラスです。これを今からコンテナにですね、取り付けをしていくんですけど、まず一番の難題がですね、コンテナの開口なんですよね。まずはこの窓枠が入る穴を開けないといけないんですよね。どうやって開けようかっていろいろ悩んだんですけど、電動のグラインダーでちょっとずつ開けていこうと思ったんですけど、キックバックって言ってですね、刃が噛んだ時にパーンとこう跳ねたりとかして結構危険な部分があるんで、今回はですね、メーカーさんに協力をいただいて、あのハイラー産業さんからですね、プラズマカッターを送っていただきました。でもそれでね、サクッと開けれることができればいいんですけど、今からやっていってみたいと思います。コンテナの側面を切断するときに電気と空気がいるんですよね。プラズマカッター単体ではですね、穴開けれないんで、100ボルトのコンプレッサーを買いました。コンプレッサーオープン。じゃあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、オープン。じゃじゃーん。おー、いいね。ハイクオリティな感じがするね。で、これがタイヤ。
シャジック、うん、あはは君にはウィリーしてもらおう。ウィリクリーナーとバルブ、よし、うん、これがコンプレッサーオイル。オッケーベイベー、よし、このまま、よし、よし、じゃあコンプレッサースイッチポン。使えないとダメなの。ああ、めんどくせえこれ。まずこの下のコンセントにつないでスイッチ入れると終わらないです。うん、うんともすんとも言わねえ。なんで多分ですね、電圧が足りないと思うんですよね。でこのエアコンのコンセントが、この今ついてるエアコンが最高が 3.5kW ぐらい食うんで、ここで回らないならこっちの故障かもしれない。よし、落ちさせて、でこっちが 750W なんで、もう十分多分これから足りると思うんですよね。よし、じゃあスイッチオン。よしよし、エアは確保できたぜ。キックボードがパンクしたよね。そうなんですよね。で持ってきてくれたの。持ってきました。今日ね完全にアポなしなんですよねこれ。いや、まさかいると思ってませんでした。たまたまだったね。はい、はい、今日はカレーです。カレーまずいところに来ちゃったなって感じでしょあんまり潜らないがいいですか。あのね、もう見えおるの。あ、そうなん。うん、何やこれ、まあ、マボカレーを作ります。まずお米を炊くもんね。はい、あんまそういうなんか容易にこう手入れんでくれ。あ、本当だ、米いってね。いや、人に汚いって言って指の使い方なんか嫌です。よっしゃ、あっちでしようか。はい、今日なんか一人で作業するってもう本当高くくってたからねそれじゃあ、はい、メインパウダーの着火準備点検を始めます。はい、じゃあ今日も残量 20% のボンベを、はい、ただいまからジョイントします。お願いします。ドッキングドッキング、チキー。 これ米を、いや、ものすごい弱いと思う。あー、じゃあ18%。 ちょっと角にお願いします。わかりました。ここはちょっと専門外だから、はい、いきます。じゃあ何パーセントでいきましょうか。 18% でお願いします。はい、18%。 18%。 チャプチャカプチャプチャキー。あ、チャキー。あの、これもやがもうギリ、あ、これぐらい。あ、いいぐらい、いいぐらい、いいぐらい。7パッド下がいた。あ、いや、ありましたね。あったかな。ホクホクと炊こうね。あ、ゆっくりと。あ、うわぁ
今日はチキンバターカレー。チキンバターカレー。チキンバターマボカレー。チキンバターマボカレー、うん、ごめん違った、はい、今日チキンじゃなかった。あ、インド産バナメイエビカレー。今日はね、エビのカレーを作ります。ちょっと俺の綺麗な手でカラバ剥いて。いや、俺も手伝います。よくよくよく、もうよかって。いつもは手洗わないでしょ、トイレの時。なんかあの指先だけしちゃう。どこで買ったんですか。これはキャモンっていう。あ、こういう塩招きのマークの甘草のね、はいはいはい、出し方ですよ。チリペッパーがなかったから今日はこの一味。これ1本ずつ使うとかじゃないですよ。全部使う。なんか幻覚見えるみたいな形。見えんよ。カレーはねシンプルにできるらしくて、前ねあのカレー子さんって、はい、カレー子さんですね、大学生。そうそう、大学生 の、 あのスパイスの研究されてる女性の方の YouTube だかなんか見て、タクコなんよ。ターメリック、クミン、クミン、コリアンダー。おー、うん、ターメリック、あれターメリック買ってきてない。ガラの差しかかって。うわ、タクコのターがないですよ。うわ、タクコのターがない。これ一番、うわうわ、ターメリックないですか。いや、ウコン、ターメリックというかウコンや、うん、ウコン忘れた。大丈夫だろ、ガラムマサラがあるけん。 SB のここって上絶対これ剥がれないんで、もうこれもうズボッと。あ、うん、じゃあね、エビにちょっとこうやって混ぜて、はい、バッチャバッチャ、はい、これこの綺麗な、これは嫌だ。プレ、いやいや、これ今綺麗に、これ本当に、これにご飯持って、この横に、あ、ルーとご飯みたいな。ルーはどうやっていくんですか。で指でつまんで、ここにこうつけてこう食べるけ。よし、でこれトマトね、で角にちょっと玉ねぎ切ってもらおうかな。わかりました。一回こうお手でパッて洗っていきましょうか。あ、そうね。このヘタっていつも取ります。これに取る。よっしゃ。もう真ん中変わってか、こう普通に切っても全然いいと思う。あ、本当ですか。どっちもなくなるもん。あ、ちっちゃくしとかんでも、うん、めちゃくちゃ綺麗。これでかすぎ。うん。あ、いや、全然いいと思う。大丈夫ですか。うん、これ牛のひき肉です。これは、はい、コリアンダーと、はい、これと、はい、これとニンニクぐらい入れとけば。ニンニクすぎ。ガラムマサラ、はい、をファッと入れる。コリアンダー、はい、ニンニクです。ニンニクをベロベロっと、これ結構入れる。このくらいね。はい、クミン、うん、塩と、ごめんね、片栗粉。あ、すごいエスニックな匂いがするね。シシカバブを作ります。早かったね。いや、これ持ってきたらいかんでしょ、これ。いや、元も子もないよ、それ。いや、美味しそうだなと思って。いや、分かるよ。あ、今から、今ボンカレーすごい好きだけどさ、今日持ってきたらいかんやつな。あ、今日も持ってきちゃダメなやつ。ちょっと、角のストップついてください、ね、あ、ストップ。あ、よく、OK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 、よしよし、一旦ここにかけて。油に、はい、を手にこうまぶして、はい、あの割り箸に巻きつけてもらっていい。あ、分かりました。3000万ぐらいの買いなっせ、もう。なんとかヒルズが。これですか。これがシシカバブ。すごいね。あとでこう、あ、そうね、な、できたら抜いてカレーと一緒に食べたいよ、ね。ああ、いいですね。おお。こう。あ、いいですね。あ、めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいい。ほら、うわね、これいいよね、作って。まずはニンニク。ニンニク。入れる。よし。よし、全部入れた。生姜も入れとかと、しょうがないから。全部はいい感じでいいでしょ。今回ね。まず玉ねぎ。あー。では、玉ねぎを炒めていきます。最近さ、今日ヤバいやつに会ったっていう。そう、最近それみんな、うん、インドの屋台のね、 YouTuber さんがいるんですけど、あれ見てめっちゃ感化されてる。
多国籍料理。多国籍料理。こんなことやってる場合じゃない俺。いろいろすることありますけど。そして、はい、これがマサラ。マサラをパッ。うわ、ちょっとそんなに入れるんですね。全部入れて大丈夫なんですか。分からん。分からん。とコリアンダー。もういいんじゃないですか。いやいや。使い切るタイプじゃないですって。体悪そう。いやいや、いい。いや、いいんですかね。いいとよ。クミンちょっとにしましょう。クミンあんまり入れるとね。あ、もう。で、これでちょっと炒めていってね。これで、あ、油がちょっと足りない。油が。あ、油とか入れていい。油もめっちゃ入れ。トマトの水分じゃなくて。あ、もう今入れるとこやばいよ。マーガリンで入れるんですか。いやいや、もうそんなマーガリンなんかもう油とか入れるんですか。もっとも、本当に。いや、スタブ。違う。マジで。あ、もう。いや、これ足りた、こっち本当によしよしよし、してこれトマト入れ、トマト入れます。これはチリパウダーが今日売ってなかったから一味あの量入れてくださいよ。スタブ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 クッチなんで食べるとインド料理じゃないじゃん。あの、日本寄りに食べてもいい。全然意味がないから、これ。そうですね。ちょっとお水持ってくるね。わかりました、うん。これ、俺食べるの怖いっす。油そんな入れますっけ、カレー。このさ、お水。いやいやいや、なみなみ。あ、もうそんぐらいでいいかな。良さそうじゃない。いいかな。うわ。あともう一杯いっとく。いや、量が多くなるでしょ。食べれます。うん、いやいや、もうやめましょう。もういい。濃いカレー食べましょう。あ、濃いカレー食べる。濃いカレー。あとは、塩で味整えて。オリ、うん、おゆー、乗っけて、油を入れて、これも良さそうでしょ、うん、よし、じゃあバターを入れよう。はい、全部どれぐらい、三かけぐらい、三かけ、一個食べる、一個食べる。バター、塩どのタイミングで入れるの。塩もう今入れようか。入れます、うん、絶対。いや、一回混ぜてから食ってみましょう。 OK。 なんかこれボンベも残ってるね。熱いカレーもうないよね。はぁ、行ってみた。あった、あった、よし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 、いいよ。バター、もう新品、もしかして新品。あぁ、もうありがとう、 ありがとう。わぁ、心強いわ。よしよし、パワーズ、もう何パーセントだ。 100%。 よっしゃよっしゃよっしゃ、 100%。 100%。 砂糖があったら最高だけど、ね、マジで変わるの。コーラ入れてみようか。あ、そうそうそう、えいっ、よし、エビをイン。あっちあっちあっち、はいはい、これめっちゃ熱いよ。エビこれ食べてみます。いきます。なんかおがくずの味がする。何の味なんだろうな。おがくず食ったことないっす。よしよしよし、絶対これ美味しいよ。いや、おいし、多分美味しいですね、ね、本当に。カレー皿どうします。んカレー皿、カレー皿、カレー皿、これあ、これ、これ、うん、入る。これに継ぎたかったよ、これ。あ、これに継ぎたかったんですね、うん、もうインドの屋台はもうこれだから。これなんですね、うん、あー、一個気づいてしまった。何、オレンジ、今日カレーです。よっしゃ。しかもこれあのスパイシーで、多分ツノンチはあの甘口子供も食べれるカレーだけ物足りなさそう。物足りなさそうが。ちょっと待って、その前にケバブを最後仕上げしよう。あ、はい、よし、じゃあちょっと焼いていきます。はい、ナマステ。ちょっと待って、これクオリティ高くない。いや、これマジで高いっすよ ね。工程見たら女の子食べたくないでしょ。あー、けど逆にあ、キュンってくるかもしれない。あ、来ますかね、うん、食べたい、あの男らしい料理を。うわ、上手ね。え、なんか夕方のこの風がピューって吹くとなんか寂しくなる。マジっすか。だな、早く家に帰らんといかん。あ、いや、けどわからんでもないですね。すごいですね、香ばしい匂いもいいですね。ね、いいよね、うん、した。あ、じゃあ、じゃあした、できました。そ、ここが焼けてないじゃん。いや、もう熱かったですもんね。根元熱っ。よしよし、じゃあこれシシカバブはもう OK。 じゃあ次にもう一回ルーを温め直して、出来上がってからこのマリーム、ちょっとルーを継ごうか。じゃん、エビちゃん。ちょうど2杯分、油もあれだけ入れてきた。
ぐちぐち言うんじゃねえ。どっちが丈夫に盛り付けできるか勝負しましょうじゃん。めっちゃ上手。あー点と直線のうわーこっちが上手。ここはやばいねこれ。あのカレーあのコーヒーみたいな、ね、入ってきましたほら。うわめちゃくちゃちょうどいいですね。ね、じゃあご飯をこれに持っていこう。やばいっすね。よしよしよし。これここのご飯の横でいいんですか。あ、うわうまそう。なんかこれあのそらちゃんのあみたいね。なんかうわ。今日はビーフシシカバブシュリンプカレーライスです。これはやばいよ。この海と海とポートレート。スプーンあるか。あります。しちゃいただきます。カレーからどうぞ。いきます。いやマジでうまい。うん。美味しい。美味しい。トマトいいですね。トマトいい。あの手使っていいけど。あ、わかりました。全然。逆に手使って。わかりました。これもじゃあシシカバブもシシカバブ。うん。マジでうまいっすね。マジでうまいね、これ、うんうん、これお見せできるぐらい美味しい。美味しい。どうなるかと思いましたけど。どうなるかと思ったけど、ご飯の炊け方もいいね。いや、俺でますから。これにターメリック入っとったら完璧や。うんうんうん。スパイシーに溺れたね、これ。あ、梅雨時忘れた。
はい、ということですね、だいぶ日が暮れてきました。サッシのフレームを四角い角材でですね、長方形に今作りました。この今作ったフレームをですね、コンテナの側面に一度合わせてみてですね、フレームの外側の大きさで側面をプラズマカッターでカットして、この今作ったフレームを中の方に入れて周りをですね溶接して、コンテナの側面にこのフレームが固定できたら、最後はサッシをですねパポッとはめ込みます。窓をつけるのがですね一番まあ難関の一つなんですけど、今日1個作ってみてそこまで難しくはなさそうなんで、まあ、次回ですね窓をきちんとつけて、その後内装の方に取り組んでいこうかな。もういよいよですね、あと数週間でヤマメ渓流の方も解禁になりますので、まあ、こういった作業系とですね、釣りの両立ができるように頑張っていきたいと思います。今回もマボチャンネルご視聴ありがとうございました。